どうも、筋トレをやめて以来ゴリラからオランウータン化してきてるケインです。みんなお久しぶり、イモジャだよ。この形式の動画を作るのは実に2年ぶりだが、これには理由がある。自分が使っているゆっくりメーカーは720画質の頃の動画ファイルは読み込めたのだが、1080画質になって以来動画ファイルを読み込むことが一切できなくなってしまい、こうして動く動画にゆっくりを入れることが困難になり、今日までこの形式の動画ができなかったのである。本当はスピンオフという玉転がし競技のゆっくり動画も作りたかっただけに残念。その競技の時兄さんめちゃめちゃウキウキだったのに読み込めないこと知ってショーミングみたいな面になってたの覚えてるわ。いやほんとあの時の絶望感半端なかったのよ。ほんとそんなこんなな末、今回の企画にてついに復活である。もっとも読み込めないのは変わってないため、ゆっくり音を録音して字幕をつけるなどめちゃくちゃ面倒くさい作業の末出来上がった代物のため、次回はあるかどうかすらわからんがな。いやほんとお疲れ様だよ。だってゆっくりは漢字の読み方おかしいの珍しくないんだから。そんなこんなな苦労の末の今回の企画は、家族は相撲8匹トーナメント。その名の通り、普段は石格闘技に出てくるような非家族は選手による家族は相撲形式大会だよ。土俵はご覧の通り人間の相撲のように仕切り縄形式で、いつもの家族は相撲とも違う感じだよ。ルールはひっくり返ったり土俵を割ったりすれば負け、人間の相撲と同じ形式だ。あとできれば起きてほしくないが相手を KO する勝利形式もある。こればかりは家族はじゃないから起きてもしょうがないのよね。参加選手は8匹、優勝者はスペシャルモンスターと対決だ。そういえば兄さん相撲は得意。実はそんな得意でもない、腰が悪いからな。というか相撲強いのはむしろお前だろ。そんなことないよ、私見ての通り非力な子猫だから。文字通り猫かぶってんじゃねえよ。柔道三段猫アレルギーメスゴリラ。あ、誰がメスゴリラじゃ、この猫頭が見えんか。あ、すいませんすいません、2年前みたいに首へし折らないで。それは安心して、首はへし折らないから。え、ほんとそれなら安心。その代わり2年前から考案してた必殺技を受けてもらうよ。え、何それ。はここまでにして、そろそろ本編に行くぜよ。まずは出場選手紹介ね。黒金騎士、ジャグロサソリ。万能ファイターの強さは相撲でも活かせるのか。用水路の真神、アメリカザリガニ。浦安鉄筋家族であったね、アメリカザリガニの相撲。魔獣、リオック。そもそも相撲すらできるのか怪しいのだけど。浄土ヶ浜の異端児、大四つ葉も神。多くの神が横歩き自爆する中、唯一相撲できたのがこの子。ちなみに本当は石神の予定だったんだが、威嚇でひっくり返る自爆かましてボツになったでござる。アフリカン VV、ウガンデシス大津のカナブン。カブトムシ的な強さが期待できる優勝候補。ファンシーブレイカー、紫岡ヤドカリ。どっしり系陸上甲殻類。その腰の重さを相撲でも見せれるか。琉球大オキシン、台湾サソリもどき。ヘラクレスすら逃げ出す毒ガス猫だまし。本場相撲ルールでも発揮するのか。猛毒ムエタイ、タイゼブラタランチュラ。八本足突っ張りで相手を吹き飛ばすのか。以上、8匹による本戦トーナメント。両者突っ張りを繰り出す。アメザリ、おなじみ万歳威嚇。しかし威嚇程度でチャグロは引かない。アメザリ、チャグロの素早い突っ張りに萎縮気味。チャグロが腕を挟んでを伸ばす。まさか開幕から KO 事故。しかしおはそこまで器用じゃないチャグロ、させない。でもアメザリ、ザリ特有のバック歩き、これはまずい。自爆。これはアメザリの性質が裏目に出てしまった。一方のチャグロは安定感抜群。
異色の対決だ。体格はリオックだが、大よきハモには強靭な走行と屈強なグリップ力がある。睨み合う両者。お互い譲らない。大よきハモ、リオックの足を挟む。あのリオックの巨体を片手で持ち上げる。凄まじい腕力。噛みつくリオックだが、大よきハモはパラワンすらびくともしない強度。投げた。大よきハモ、横綱相撲と言わんばかりの圧巻の勝利。ごっさんです。おっといきなりウガンパワー全開電車道。そして羽ばたいて勢いをさらにます。岡宿に何もさせず秒殺。その様まさに虫キングの弾丸。お互いやる気満々。この体格差でも引かないビネガロン、毒が隙まるか。あ、そう、話が違う。ビネガロンさん、速攻毒針を刺そうとするチャグロサソリ。しかし大よきハモは硬い。全く持ってびくともしない。しかし大よきハモは最初のリオック戦ですでに体力かなり使い果たしている。体力勝負ならチャグロに分があり、がっぷり4つからどんな展開なるか。あ、あれ、まずい。これは体力が。より倒し、最初の取り組みでスタミナ使いすぎたな。リオックだったら面白かったかも。よー、あっと速攻戦に喪失。まさかの幕切れ。よく考えたらこの手の金分の足ヤバい威力だからな。神走行のタラミは辛かったか。ウガン、優勝候補に恥じぬ強さだ。よージャグロが速攻ウガンを足を捉える。いくら強靭な足でも小金サソリによる足攻めはきつい。ウガン、これは完全に心が折れてしまっている。異種格闘技における対抗中戦法は相撲でも効果抜群だった。なんだかんだでメンタルは金分のそれだもんね。トナメを制したのはジャグロサソリ。スペシャルモンスターへの挑戦権獲得だ。これよりスペシャルマッチを開催いたします。挑むは優勝者チャグロサソリ。優勝者を待ち受けるスペシャルモンスターはこいつだ。国産カブト、横綱。チャグロの体力回復のためトナメの4日後に撮影だよ。さあ始まりました、スペッテンは。横綱いきなりチャグロサソリの腕を捉えて釣り上げる。しかしチャグロサソリも負けじと持ち上げられながらウガンを破った足攻めを繰り出す。果たして横綱に足攻めは通じるか。左足を捉えるチャグロだが、横綱全く攻めを緩めない。チャグロ、これは厳しいか。どうなる、角を挟むが再び同じ展開に。しかしチャグロも引かな。投げた。
そして今度は右前足攻め。これは効いてる、横綱悶絶。だがしかし戦意喪失どころかぶち切れた。だがしかしジャブロサソリも優勝者なだけにただでは負けない。押されながらも確かな意地を見せていた。投げられた時背がつかぬようをのばねで受け身を取っていたのがすごいな。何気にヨウマとマンディ以外のリーグ戦のどの相手よりも奮戦しているのがすごい。最後の前足攻めは完全に効いていた。明らかに痛がっていたもんな。だがこの一撃が逆に怒りを買い猛突進である。これにて取り組み終了である。サソリが相撲が強いという結果が個人的に意外だったね。岡宿やリオックは相手が悪かったって感じがするな。地味にグリップ力なら横綱以上の大四つハモガニが惜しかった。どうしてもスタミナに難がある種類はトナメ形式だと辛い。そしてビネガロンはご愁傷様である汗。そして最後の横綱はさすがの強さだったわね。専門店で購入した兜なんだがサスケを超える歴代最強兜だったほんと。ちなみにしっかり幼虫を確保して子孫を残しているよ。というわけで以上、ヒカブクは相撲トーナメントでした。超久々のゆっくり動画、本当に疲れたでござる。本当に編集が大変だから今度はいつできるか完全に未定ではあるよ。その分やりがいはあったな。冒頭で新しい演出もできたし。ぶっちゃけ最初の演出がやりたくてゆっくりに再挑戦したんだよね。それはいいな、汗。というわけで今回はここまでは。皆さん、さようなら。